いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2018年式アルピナ D5S リムジンオールラットをご紹介させていただきますまず外装面の状態ですが左右サイドスカートに傷左右リアアルミホイルそれぞれにガり傷がございます 走行距離約1万9 0 0 0走ったお車ですボディカラーはブリリアントホワイトインテリアはコニャックレザーとなりますディーゼルエンジンを搭載したセダンで四輪駆動を初めて搭載したアルピナ D5S リムジンオールラット洗練されたデザインに高級感あふれるウッドパネルに加え液晶のスピードメーターなど新しい技術もふんだんに活用 ブリリアントホワイトにシルバーのデコラインも落ち着いたオシャレなデザインとなりますエンジンスペックに関しましては3リッター直列6気筒ディーゼルツインターボエンジンを搭載最高出力326馬力を発揮しますヘッドライトには LED が採用されており夜間走行時の視認性も高く安全にお乗りいただけますアルミホイールは20インチアルミホイール キャリパーはブルーキャリパーを装着し、足回りもバッチリ決まっています。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は電動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保。後部座席を倒すことで長いお荷物にも対応でき、利便性に優れております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはコニャックレザーシートとなります。 運転席、助手席、ともにシートの縞など、目立つ使用感はございません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングを採用。スイッチトロニックにて、お手元で自由な変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、サポート機能によって、長距離運転など、快適なクルージングが可能となります。 ナビゲーションは純正 HDD ナビゲーションを装備バックカメラを装備しておりますのでバックカメラにて後方確認を行い安全に駐車していただくことが可能となりますシフトに関しては8速のオートマチックシフトを採用センターのスイッチにて複数のモードを選択することが可能となりますフロント領席にはシートヒーターを装備しております電動サンルーフを装着しており開放的な車内を実現 ハーバンカードンサウンドやアダプティブドライブをはじめとする便利機能など豪華なオプション装備を装着しております後部座席に関してもシートのシワなど目立つ使用感はございません今回は2018年式アルピナ D5S リムジンオールラットをご紹介させていただきました先ほどもお伝えしました豪華なオプション装備を加えた d 5 s 四輪駆動ならではの 地面をつかむような走りに、アルピラならではのラグジュアリーなデザイン落ち着いたブリリアントホワイトに合わせるのはコニャックレザーと大人の魅力満載の一台となりますお探しの方はお早めにご検討いただきお気軽にお問い合わせご来店お待ち申し上げておりますよろしくお願いします